はい、こんにちは。誰得ギターチャンネル、桜井でございます。今回はAcon Digitalのステム分離プラグインリミックスについてレビューしていきます。ステム分離プラグインなので、こういうことができます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 。声消えました。まずステムとは、特定のパートを書き出したデータ。ステムデータは楽器トラックごとに分かれています。リミックスでは全部の音が混ざったツーミックスデータからパートのバランスを調整できます。簡単なレビューです。精度は RX の方が良いが時間がかかります。設定の速さ、単純さはリミックスが速くて簡単です。じゃなくて心の奥底から落ちる人生の砂時計
人生の砂ぼけい逆さまにして再生人再会落ちる人生の砂ぼけい逆さまにして再生人再会リミックスとラーレックスとミュージックリバランスの比較でした。個別楽器にすると精度の差が少し出ますが、カラオケ状態だとそこまで差を感じなかったのではないでしょうか。リミックスを指すと少し原因が上がるので、この点は注意してください。リミックスはフェーダーを上下するだけで良いので、とても簡単です。リアルタイムで調整できるのはとても良い点です。RX は音楽制作の必須プラグインだと思っていますが、ミュージックリバランスだけを使ってカラオケを作りたい人のはちょっと高すぎる価格帯です。ステム調整機能だけ使いたい人には、リミックスと金額設定は嬉しい価格帯となっています。